レビ。鬼丸珍道中。よーい、スタート。1秒5とか1秒4早っ。さあ、今週はバレンタインということで、はい、この可愛らしいスザちゃんがチョコレートを用意してくれました。本命、はい、本命チョコ、本命だって。本命やった、ね、スザちゃん大好きなアポロチョコを、我々おじさんに買ってきてくれましたが、ありがとうございます。ここから、うん、その誰が、チョコレートをもらえるか、うん、タイムトライアル。おお、なるほど、はい、勝った人間が総取り。わかりました、はい、はい、本命になれます。それで本命を選ばれてるそうですね、すごいな。そうそうそう、もうだって、ね、スタッキングに命かけてるんだ。そうですからのスタッカーですね。そうそう、当然スタッキングができない男なんかもう見向きもされません、ね、はい、あ、そうですよね。ということで、それでは我々3人で対決したいと思います、はい、勝負方法は333と363の合計タイムで争います。勝者は鈴菜ちゃんからバレンタインチョコをもらえます。私からやります。はい、333。6.294。なるほど、なるほど、そうきましたか。はい、わかりました。はい、じゃあいきます。おー、でも早い早い、こんなに手間取ったら5.5。これなるほど、めちゃくちゃ引っかかってたけどな。僕有利ですよね、後半の僕はね、うん、あ、出方を伺って、はい、ゆっくりやった方がいいんだ。いいんじゃない？4秒6。早い。よっしゃ、これはこれは相当有利ですね。相当有利です。ちょっとリードされましたねこれね。ちょっとこれね、363で埋められんのかな。456じゃない、じゃあ、363ですね。はいはい、いきます。いいぞ、作ってるぞこれは。くそー、11秒155。あ、でも11秒でできるんだ。テンパった。よし、で私が行かせてもらいます。めちゃめちゃ早いんじゃない？7秒7。いいんじゃないですか？今なんかズルした？してません。してません。してません。じゃあ行きまーす。だった。だめ。いやー。ダメだ。10秒間じゃ。やっぱ俺下手なんだな。いや、あの最初戸惑ってるとか、うん、老人ホームに、ね、そうだね、なんかおーみたいな感じだね。時間に見えましたよ、まあ、そうなんだよ。そうだ、第3位、はい、16秒642。おにまるっしょ。あ、よしよし、残りました。頑張ります。3位、3位ですね、はい。第2位15秒791。お、意外と差ないんだ。うん、ほんとっすね、うん、藤原さん。あー、くそー、あん時ああしてれば。具体的に言ってくれよ。第1位13秒697。うん、おお、全然早い。渋谷奈良さん、どうもありがとう。どうもありがとう、ね、じゃあ鈴田ちゃんから商品の贈呈を、はい、ありがとうございます。やっぱりちょっとね、ありがとうございます。そうだね、めっちゃいただきました。一気じゃねえ。これ全部一気ってわけわかんない。
さあこれから各チーム1人がジャンボカップを取りに行き、指定の場所でピラミッド型に10個積み上げます。積み終えたらスタート地点に戻り仲間と交代、うん、2人目は積み上がったカップをスタッキングの要領で元に戻し指定の位置に置きます。そしたらまたスタート地点に戻ってきてゴール、先にゴールしたチームが勝利となります。なるほど、なるほど、いきましょう。これどっちが積んでどっちが片付けるかね。そうですね、これはね積んだ方がいいでしょ。積んだ方がいいです、ね、で俺が片付けた方がいいね、うん、はい決まりました。早いな早いなこれどうしたらいいの、どっちも初めてだからな。どうする、お前が積んだ方がいいんじゃない。俺が積む、うん、片付けてね。じゃあ片付ける、はい、うん、決まりました。決まりましたか、はい、じゃあこの線からです。はい、この距離です。了解です。はい、位置についてよーいドン。詰め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 、遅いよ。やっぱりそっか、積む順もあれだ。2個に、2個になってる、2個になってるから。どこ2個になってる、下。あーよし、何やってんだよ。でーでーで、早く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 、最後まで諦めない。くそくそ、どっちが刺しました。こっちです。どの角度から見てもこっちです。あ、そうでした。はい、やっぱやってんだ、やっぱ積む時うまかったもん。あ、その基本通りね、ちゃんと4つ、しかもやっぱこうやってやってましたね。こう目線をなるべく、俺上から見てたから分かんなかったんだ。あ、ダメダメ、で上がっててゴロゴロゴロ、ブヒ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 って言ってねえよ。言ってないけど。いやもう楽しかった時間はあっという間でございますね。はい、そうですね。ほんとすずなちゃんのおかげでいろいろ楽しくできたのと、あとお父さんのね、うん、あの備品のおかげで、そうですね、すごいいろんなの持ってきてもらって楽しくできました。ほんと2人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お礼を込めて手紙を書いてきたので読んでもいいですか。はい、あら、はい、え、わざわざ手紙誰に。お三人、鬼丸とわらふじ。わらふじさん、 ありがとうございます。鬼丸さん、鬼丸さん、はい、鬼丸さんへ。鬼丸さん、今回は一緒にスポーツスタッキングができて嬉しかったです。スタッキングカップをプレゼントするので、ぜひまたチャレンジしてください。今度落語聞きに行きたいです。ありがとうございます。すごいプレゼント。おお、すごい、かっけー。こういうのこうやってこう持ち運べる、ホルダーみたいになってるの、はい、ありがとう。星雲みたいな色合いがね。わらふじなるおさんへ。藤原さん、口笛なるおさん、はい、私はスポーツスタッキングも好きですが、お笑いが大好きです。わらふじなるおさんのネタの中でから質問の漫才が一番好きなので、ぜひ生で見せてください。あれ、こっちはこっちはリクエストありました。そうですね、両方、はい、僕らもらえると思ったんですけど、まさかの仕事のオファーでした。そうですね、はい、僕は落語見に行きますけど、はい、来てもらうことが、はい、こちらは、やってください。見せてくれた、はい、わかります。1カップでもいいんで欲しいです。1カップだけもらってもしょうがないからね。そうね、いや、もちろんもこんなお世話になりましたんで。そうですね、やらせていただきます。やらせていただきます。頑張ります。はい、さあそれではわらふじなるおの漫才の披露です。拍手。どうもなるおです。よろしくお願いします。いや、ちょっと聞いてほしいんですけどね、はいはいはい、僕この前ね、初めてあの人間ドックやったんですよね。あ、病院で。そう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 、生まれて初めてってこと。まあそうだね。やってみたんですけどね、これ結構きつかったんですよね。人間ドックが。そうそうそう、やった感想ってこと。まあそうだね。やっぱきついんすねあれね。きついね、あれはね。何やんの人間ドックって。あ、まず最初にね、問診をするんですよね。医者が。うん、そう、医者が、うん、医師免許持った医者。うん、そりゃそうだよね。お、医師免許持ってない医者は医者って言わないからね。あ、法律上。法律上。あ、そう、ね、うん、でその後に今度はね、あの、うん、血圧と心拍数を測るんですよね。あ、間違えないように。間違えないように。へー、だって間違えたらダメだからね。医者として。医者として。あ、うん、で僕はね、人間ドック初めてで緊張してて、うん、すごい心音が速くなっちゃったんですけど、そしたらお医者さんなんて言ったと思います。口で。あれ、ここまで走ってきたんですかって言ってきたんですよね。あ、口で。で僕も緊張してたんで、うん、はい、走ってきましたってなぜか嘘ついちゃったんですよね。口で。うるせえなお前。お前うるせえな、ずっと。え、何なのさっきからいらない質問ばかしやがってよ。はいらない質問が多い。
回数が回数がそれ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 なんだお前な邪魔したいのか。いやいやいやめちゃくちゃ話聞きたいよ。本当かよお前。でもやっぱ一番聞きたいのは、うん、人間ドックで一番きつかったのは何ってことよ。いやそれはもう胃カメラですね。一番きつかったのが、うん、そうだよ一番きつかったの何。胃カメラですね。一番きつかったのかなんだこの二段階認証は。Google アカウントかお前。まるでまるでまるでだ。胃カメラまだ入ってんの。はい胃カメラまだ入ってんのかって。入ってるわけねえだろお前な俺どうもーって鼻から内視鏡垂らして出てきたか俺な。出てきたとあそこからあそこから、うん、あそこからどうもって垂らして出てきてないでしょ。内視鏡内視鏡、うん、出てきてなかったでしょ。いやそれ見てないよ俺は。見てなくても分かるだろお前、うん、ここ見て入ってないじゃん内視鏡が。内視鏡が、うん、入ってないよね。入ってないそうでしょ、うん、で別に漫才中ポロって押したわけでもないじゃん。内視鏡が内視鏡が、うん、押してないよね。ないね。いや最初から入ってなかったんだよ、うん、内視鏡が。内視鏡だよずっと内視鏡の話しかしてねえだろずっと。これだけ人前で内視鏡の話しかしねえってもう医者の学会じゃねえかよ。もうまるでまるでもういいよもう会話にならないんでやめさせてもらいます。あ漫才よってこと。そうだよもういいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやどうでした。いや本当面白かったです。あよかったいやいいですね。今日もねロケの合間にねいろんなあの他のグループが出てるライブではねすごい評判いいのに単独ライブになるとなんか人気ある気がしない。いいよ言わなくて本当のこと言わなくていいよ出待ちが全部だってファンがちゃんといやいましたね。こっちにいましたよ。ファンなんですね。はい。よしよしファン第1号第1号結成12年目本当にいなかった。ありがとうございます。はい、ということでスーナちゃんにねこれもらったんでお礼に今度こちらオニマルテレビのステッカープレゼントします。ありがとうございます、ね、どっか貼ってちょうだい、はい、ということで本当、楽しい一日。いや、はい、楽しい。ありがとうございました。ありがとうございました。バドミントンに挑戦したいと思いますがやはり一人ではできませんので今回も助っ人を頼んでおります。あ、いいっすね。いいですね。そうですそうです。で先端を前に出していくとスマッシュになる。惜しいです。